誕生日おめでとう。なあ、君はこれでいくつになったんだ？いい機会だ。人生の先輩から一つアドバイスを。え？いらない？そうか。ちょっとお説教臭かったかな。ともあれ、おめでとう。これからも君の成長を隣で見守らせてもらうよ。ハッピーバースデー、団長。君は去年より少し大人っぽくなったみたいだな。まあ、去年の誕生日から一年経ったのだから当然か。楽しみだな。こうして君がどんどん大人になっていくのが、なんだか置いていかれている感じがして少し寂しくもあるけど、それでもこれからも隣で君のことを見守らせてほしい。団長、誕生日おめでとう。団長の成長をこうして毎年祝えることを心から嬉しく思う。やっぱり人が成長していく姿を見るのは嬉しいからな。妹も気がついたらどんどん大きくなっていって、きっと団長もこれからどんどん成長していくんだろうな。団長のことは家族みたいに思っているんだ。だからこれからも団長のことを見守らせてもらうよ。何せ私の今の一番の楽しみは団長が成長していく姿を見ることなんだからな。団長、誕生日おめでとう。今ケーキに君の年の数だけろうそくを立てているんだ。当たり前だけど去年より一本増えて、さらにケーキが華やかになったな。こうやって炎が一つ一つ増えていく。本当に命を表しているみたいだ。これからも君の炎がより多く、より強く輝けるよう、隣で見守っているよ。誕生日、おめでとう。こうして祝うのも5回目になるのか。また少し背が伸びたか？やはり成長するっていいものだな。生きている何よりの証だと思う。そんな複雑そうな顔をしないでくれ。君を困らせるつもりはなかったんだ。私は幽霊だ。もう体が成長することはない。でも君と過ごしているとどんどん思い出が増えていく。そしてそれはどれも楽しい思い出だ。君も私と同じ気持ちだといいんだけど、どうだろう。その笑顔が見られて安心した。今年も団長とのいい思い出がたくさん増えるように祈っているよ。願わくはそれがこの先もずっと続きますようにっていうのは少し欲張りだっただろうか。